よし。ん？おお、もう始まんの？おはようございます。ティラと申します。ドラゴンクエストソード、仮面の情報と鏡の塔、実況プレイ始めていこうと思います。イエーイなんだよこいつという話なんですけど、私ティラと申します。はい、こちらのゲームはですね、 Wii で発売されました。まあ、要するに Wii リモコンを振って、敵を倒すっていうアクション RPG になります。体感アクション RPG だったかな。はい。私ね、あの、モンバトも含めてね、Wii を持ってない世代だったんで、このゲームは結構憧れだったんです。で、せっかくなんで実況で撮ろうかなと思うことで、まあ、これ、Wii リモコンを振って戦うみたいなんで、まあ、そういうわけでね、実写映像も右下の方に載せてあります。はい。なんでね、実写で右下が動く映像も一緒にお楽しみいただけるってことですね。最近さ、なんかさ、V の姿出したのにさ、一体何事だとは思うかもしれないですけど、皆さん、私は現実の姿でございます。はい。というわけでね、やっていきましょうか。AB ボタンで、よし。利き手。あー、どっちでもいけるんだけどな。俺、左でも持てるし、右でも持てるけどね。まあ、右でいこっか。一応今持ってるのが右手になりますんで。ムービー入る。Wii にしては画質いいね。え？あれ待って。え？怖いと思ったことだけは。え？喋ってる。え？ボイス？え？ボイスあんのこのゲーム Wii で。え ？Wii でもうフルボイスもしかして？マジで？え？もしかしてボイス作品ってさ、初めてじゃないこれ？え？マジで？Wii のソフトでボイスあるんだ。さっきこのね、ドラクエにはね、結構ボイス付きが出てますけど、で、海外でのね、ドラゴンクエスト8がボイス付きだったんですけど、え、これあるんだ。へぇー。祭り事から始まってんじゃん。あー、いいね。いや、でもこういう外伝系をやっていくね、僕。モンバトだの、そうだの、外伝系多いね。へぇー、いいね。画質いいね、Wii にしては。Wii のゲームなのに。あ。あ。あ、脇役にもちゃんとボイスある。ストーリーはボイスある感じなんかな。すげえ、フルボイスだ。俺喋らなくていいから楽だ。すげえ、フルボイスで喋ってくれるんだ。じゃあボイスは飛ばさずに見ていこうか。あ、これが主人公ですね。この赤い服着てんのが。あ、さすがに名前の部分とか飛ばしたり、なんかお前とか言ったりする感じなんだね。お、もう早速動かせんの？ナッジ老師からの指名です。彼はあの憎き魔王を叩き伏せた剣士。あ、そういう設定なんだ。魔王を叩き伏せた、もうすでにそういう感じなんだね。ちゃんとなんか勇者っぽい血筋を引いてるというか。なるほどね。バウド殿の剣術の師匠でもあります。両者は一体どのような戦いを見せてくれるのでありましょうか。すげえ喋ってくれんじゃん。俺喋ることなくなっちゃうんだけど。お、待って、ちょ待って待って待って、全然違う画面が左下に。そう、お、何？あ、なんか矢印出てるね。ミニムコン触れ。あ、なるほど。あ、縦もできる。へえ、左下にステータス出る感じ。A ボタンに押してポインターロックを出すのじゃ。相手をポイントして A ボタンを押すとロックオンすると。これはどういう感じになるの？切りたい場所を狙うことができる。というと、ほい。あ、そこを必ず振るって感じなのかな。出さずとも切れるぞ。その時は真ん中を中心に切ることになる。なるほどね。Wiiリモコン振るときは A ボタンの面を上にしたまま。そうだね。こういう感じだね。はいはい。Wiiリモコンを横にして、振ったり、こうね、こうして、振ってる途中で横に倒してしまう。だから、まっすぐにした状態だね。まっすぐにした状態で振ると。感情こもりすぎて、こんなになっとったらあかんわけね。もうちゃんと説明してくれてんじゃん、俺がやらなくても。ウィーネームコム近かったか、うん、分かった分かった。はいはいはい。縦？あ、結構これ。結構ね、これね。
あ、でも結構ちょっと振らなあかんな。ちょっと早めに振る感じだね。斜め。あ、斜めはこういう感じなんだ。素早くつく。ん？違うな。え、難しい。突き動作、あ、突き動作難しいな。突き動作難しいぞ、これ。え、突き動作難しくない？突き動作こうやってえ、難しくない？今の突き動作。気になっちゃうで。マジで？縦で防ぐ。B ボタンで縦を出す。あー！こういう、縦がこうやって出る。あ、縦が出る。ポインターに向かって B を押すと縦が出る。遠くは呪文攻撃では慌てるな。攻撃の空間が破格光るので。あ、予兆があるのね。で、これは動くから、予兆を見て。今回は遅いからいいけど。なるほどね。攻撃を受け止めてから切りかかってくるんじゃ。どこ？はい。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 下手くそ下手くそ下手くそやんほいほいやっとったら面白いなこれやはりいや筋悪かったよめっちゃ筋悪かった失敗してたね奥さん奥さんお兄さんお兄さん失敗してますそれ結構失敗しとったけどな今見てた本当に今の自分のやり方必殺はそう簡単に出せるもんではないぞ必殺でゲージが満タンになって初めて必殺戦を使う。まあね、マジックポイント。マジックポイントないね。あ、マジックポイントこのゲームないな、よく見たら。必殺だね。テイルズみたいな感じか。必殺技呼び出さなくて、必殺技って呼ぶもんなの ?2 ボタン押せ。2ボタンを急に押さなきゃ。あれ？あー、長押しか。長押しで押せると。気合切りを選ぶのじゃ。はい。必殺系の発動ちょっと浅いな、そのカットイン。なに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 え画面の指示通りに魅力を動かすの時間ない。また難しいこと言ってくんね。気合い切りできてたの今の。よしよし、最後にもう一度指示のところで必殺系の完全じゃ。ほいあ、こうかほいってやっちゃった必殺剣はこれだけではないぞ。大きな動きを、十分大きな動きしてるで。右下の人でね、右下の人十分大きな動きしてると思うよ。B にもこの話しっかり持って、自分の周りにもいない一人やった。椅子あんだけど、ここの方、ゲーミングチェアとかあんだけど。え？待って待って待って、え？操作法、これね、実はですね、見せるもんがないな。説明書がなかったんですよ、中古の。中古で買ったんですけど、説明書がついてなかったんで。全身左を向く。帽子を押すと走る。全身が B で。え？ちょっと歩いてみた方がいいな。はい。あーすごい！見て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 。これをこうやって押すとね、向く。一人称視点だ。普通のドラクエと違う一人称視点なんだ。あー、ちょっと待って待って待って。後ろに下がるんだ。前行って、これ後ろ、一人称視点なんだ。B で前進、向きを変える。へえ、すごい。1でメニュー。ん？あ、長押しだな。基本的に長押しでやらないとメニューが開かないんだね。へえ、設定見よう。待って待って。装備すごくない？昨今の勇者でもなかなかここまでしなくない？なんかさ、勇者にしては初期装備から結構豪華なんだね。これ。この人か。この父バウドの名に恥じぬ戦い。これが父か。ごっつい父やな。まあ今基本的に父がごっついやつばっかやな、よくよく考えたら。まあね、パンツ一丁のね、父と比べたらまあ十分か。パンツマスクよりはね。俺の腕がこんな風になった。ああ、やっぱ腕失ったってそういう感じなんだ。重い設定だね。つけてじいさんの本気を引き出せたかもしれんのだが。いや。うん。先ほどの試合見させて。誰やこいつは。スネオみたいなやつ出てきた。ね、なんやこいつ、スネオみたいな。ククールとスネを足して逃げ終わったような身が召し上がって、ディーン王子なんかこいつなんかパッケージに出てたな、こいつ。あ、王子なんだ。まあディーン王子って言っとだな。きちんと体の鍛錬を欠かしませんから。君にも負けませんよ。いずれ僕とも手合わせしましょう。
指さすなお前、お前指さすな人に。それよりもディーン王子、ヒューダ女王のお姿が未だに見えないようですが。母上はこのところずっと体調が思わしくないらしい。ちょっと声小さいなお前ら、お前らちょっと声小さない。もう俺が BGM いじろうか、なんかちょっとお前ら声小さいな、もうちょっと声出してください。じゃあちょっと難しいんだけど、移動がすげえ大変だぞこれ。あ、これね、わかるかな、 Wii リモコンからね、わかる、 Wii リモコンから音するんだよね、歩いてる。本格派だな。なんだティラかとは。なんだティラってなんだよお前。なんだティラって。おお、近いな。俺はチートばかり寄らなきゃならんとこがある。お前は先に家へ帰っておいてくれ。明日はお前の誕生日。わ、出た、誕生日設定、出た勇者の誕生日設定ね。あれ、母はいないのかこのゲーム。よくあるね、ゲームではね、父と母がいたり母はいなかったりするけど。ああ、花火が。何？ちょっとごめん、サングラスだから見えないんだけど。俺サングラスだから見えずねえんだよな、暗いやつ。今サングラスかけてんだよね。なんだあれ、よく見えない。サングラスかけてるから編集じゃねえと見えねえな。魔物や。あれ、いやまさかさ、ちょっと待って、チートばかし言わなきゃいけないとこってまさかそんなことじゃないよなお前。なんか故意的にさ、故意的なんとさ、手の形的にまさかと思うけどさ、チートばかし言わなきゃいけないってそういうことじゃないよね、まさか。いきなりそんなさ、父がその設定やめてくれる？テイルズでもなかなかねえぞ、その設定。あれ？ああ、フェイトアウトしたわ。なんかすんのかと思ったじゃん。第一章試練！おい、何？ドラゴンクエスト4みたいになるの？第一章パトランドの戦士たちみたいな？え、いや、目だからイオナズンで、ベビーサタンでもそこまでそんなすことしねえぞ。やっと起きたか、寝ぼすけね。さっきの声、お前じゃない、やっぱり。あれ？この試合で疲れてるのはわかるが、今日は何の日だ？いや、それよりは今、あなたのさっき、あなたの声と似たやつがいたんですけど、気のせいですか？お前の16の誕生日。うんうん。試練を授かる。なんか試練あるんだね。誕生日のために試練あるの？勇者の試練みたいな？さっさと支度して城に行ってこい。あ、調べる。IC パス場所をポイントして A ボタンの道具が減りがあります。セーブは冒険の記憶家のシスター。はい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 。え、広お城に行きましょう。広いな。え、広ないこれ。マジで。広いな。右上にミニバッパーの助かるな。あ、待って。今気づいちゃった。上と押しながら B で、走れる！このゲーム走れるね。方向キー押しながら B で走れるね、このゲーム。あ、ちょっと楽だね、これ。あ、いいね、走れるんだ。いいね。今気づいちゃったわ。おお！おお！おー、いいですね。ちょっとあなた、ちょっと、いいですね。ね、どういうこと？このイケメンの王子様がいるってことに、いいね。ちょっといいね。グラフィックいいね。Wii にしては頑張ってんね、君。今の、昨今のダークエさ、これ無理なんだよね。昨今のダークエって、どうしてもここになんかね、やっぱ厳しくってスパッツ入っちゃうからね。何の話してんだろうね、俺。よし、城の中行きましょう。あ、ここで城か。なるほどね。街の構造大体把握できたね。で、あなたは誰？む、ティラか、そうか、お前は今日16歳になったんだな。女王様は今日も、あ、なんか言ってたね。で、どうしたというのだろう。いや、あ、君が一人で城に来るなんて珍しいですね。そうか、一人で行くことになったんだもんね。そうでした。今日は君の誕生日でした。母上に会いに来たのですね。うんうん。なんか急に面会したやつになってんだね。ちょっと体調が悪いのかどうかわかんないけど。この息子の僕にすら大丈夫それ。それはそれで大丈夫。なんかよくは面会したやつってそういう系大丈夫。普通家族にぐらいは姿見せた方がいいと思うよ。
何？誰？神父？神父っぽいね。これは大内。いかがなされました？なんか悪そう。悪そうな神父やな、お前。お前みたいなやつは、イットみたいなやつにね、なんかね、魔物になるんだよ、すぐに。大臣か。お前みたいなやつは、すぐイットみたいなことになり腐るからな。なんと、そうであったか。うん。わしが女王に代わってそなたに試練のことを伝えよう。なるほどね。そうやね、試練は受けやんとあかんわけね。下の戦いの下の戦いの間に鍛錬に行ってきましょう。王子は普通になんかまあ普通に努力をするタイプか。スネ夫じゃないのか。本題に入るぞ。はい。何をそのどっかの試練、どっかの森とか池とか言うんちゃうやろな。そなたに、うん。このアルソード王国の成人、え、成人は16歳なんだ、この世界では。うん、一つの試練、どんな試練？なんかどっかの団地を置いてなんか取ってくるとかちゃうの？ほら見てみー、お前言うた通りや。俺の RPG の勘はね、あの裏切らないんすよ。俺の RPG の勘はね、裏切らねえからな。やっぱそうや、ほら井戸民無事に帰ってくる。やっぱそういう系やんか。もう試練って言ったら大体そういう話し始めの試練は大体そんなんや。なるほどね、はい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 。まあ戦うことはできるな。これどうなんだろう、フィールドとかあんのかな。それかよくあるあのダンジョン系みたいにここの町だけが拠点で外からどっかいろんなところに行くみたいな感じなんかな。どうなんだろう。あ、なんだ、早速試練の洞窟へ出かけるのか。俺もついて行ってあげて。うんうん、それじゃあ試練にならねえしな。お前一人で行くんだ。お前酒場に行くんかい。お前言うとくけどね、変な女に声かけとるね、すんなよ。世の中にはな、女にすぐセクハラ発言をかますやつがおるからな。お前やりそうや。お前母いないや。母いないもん、パッと見。女に声かけてさ、ナンパとか絶対すんなよ、お前。そういうやつおるから、世の中。はい。草原を越えた先ってことは、草原があるってこと？草原があるってことだね。あの、不思議のダンジョン的なんじゃなくて、あ、え、あ、行き先を選んだけど、やっぱ不思議なダンジョン的な感じか、マップ。まあさすがにフィールドが広すぎるもんね。なるほどね。じゃあ試練洞窟に行こうかな。不思議のダンジョン的な感じか。